はいみなさんこんにちは、マングです、えー。本日もどうぞよろしくお願いいたします。えー、とですね、本日はですね、あのー、えー、とですね、今5月なんですけど、あのですね、今度の7月、えー、と、再来月の7月に、えー、と開催されます。 ええとですね、あるイベントの情報をですね、あの、ご紹介したいなというふうに思います。えーとですね、あの、じゃあそのイベントというのは一体何なのかという話なんですけども、えーとですね、ズバッと言いますと、えーとですね、お誕生パーティーのあのイベントです。えーとですね、私のあの、要するにこちらの,あのマグチャンネルの方にあの登録してくださっている、あの、登録、あの、チャンネル登録者の方で、あの、ノディーさんという女性の方が、 あの、いらっしゃるんですよ。でもって、あのです、その、あのー、ノジーさんのです、お誕生日が、えっ、ー、と、7月にあるんですね。えっ、ー、とね、いくつだったかな確か、 まだめっちゃ若いんですよ。<laughs> なんかね、20とか21、20ってことはないかな、確か21とか22とかそれぐらいだったかなと思うんですけど、あのー、まあ、お誕生日パーティーがありますよ、あのー、誕生日が迫ってますよ、ということで、えーとです体あの大正帝都派さんというあの名前で、あのツイッター上で活躍しておられるあの藤田さんがあの主催、あの主催ということで。 あのー、取り仕切っておりまして。で、その、あの、藤田さんの主催で、それで、えっ、ー、とですね、場所はですね、そう、メイドモードでやるんですよ。開催日なんですけども、えっ、ー、とね、7月15日、あの、土曜日になります。えっ、ー、とね、翌日がね、あのー、えっ、ー、と、また別、あのー、別のイベントがありまして、あのー、その前の日という風に覚えておけば、あのー、すげえ覚えやすいんですけど、<laughs> えっとね、次の日がね、ほら、あれですよ、あのー、横浜久サさん、 が主演で、そしてゲストに藤崎り子さんとかなんかそのあたりが出てくる、あの、桜大戦真夏のフェスというのが、まあ、あの、毎年やってるじゃないですか。コロナの時やってたのかなコロナの時はやってなかった気がするんだけど、でも去年はやったんだよな、確か。と思うんですけど、どうだったでしょうか確か。えっ、ー、とね、そう、あの真夏のフェス、えっ、ー、と、桜の宴でしたっけそれかなんかをね、やるわけですよ。でもってね、ちょう、あの、ノディさんっていうのはね、あのー、新潟県に、あの、お住まいの方なんですけど、なんか大学、大学が確かこっちの関東の方なんですよね。 えっと関東というかまあ東京の方かなんかで、でもって、要するにあのこっちに出てきてることがあの多いという話、まあ、あのたまになんかほら、あの実家とかで用事があ,あるときには、まあ、あの実家に帰るなんてことも話もあったらしいんですけど、基本的には、まあえっと、こっちの関東とか東京かなんかを拠点にして活動しておられるような、まあ、そんな感じで、でもって、えー、っとです今回に関してはだからそのイベント、あのー、桜大戦真夏のフェスに、えっと、7月16日の日にう事大に参加するってことで、要するにその前の日から、 あの、こっちに来てますよ、という話なんですよ。だから、そう、あ、その日に合わせて、じゃあやっちゃいましょうよ、なんて話かなんかで、それで藤田さんが、あの、ノディさんに、あの、ご提案しまして、それでノディさんも、あの、心よく OK してくださったといった話。でもって、今回はですね、そうです。このね、あの、誕生日パーティーの参加者をですね、募集してるところなんですよ。<laughs> 私、マグはね、あの行きますよ。<laughs> えっとね、私あのね、去年の11月かなんかに、あのまあ、ちょ再婚したんですけどね、<laughs> なんかその再婚した時のあのイベントかなんかやったんですけど、まあ、イベントっていうか違うか、まあ、要するにあの結婚祝いの3次、まあ、会用のようなものかなんかやったんですけどね、なんかその3次会を、あの あの、三次会にですね、そのノディさんだとかもう多くの方が来てくださいまして、もうすんごくありがたくて楽しかったんですよ。うん、でもってね、まあそのお菓子ってわけじゃないですけどね、あのー、ノディさんのお誕生パーティーってことなんで、私もぜひ参加させてもらいますと言った話ですね。残念ながらちょっとね、あの、私の嫁の方は、ちょっとですね、7月のあたりはね、ちょっとあの、仕事が、 あのー、今パートやってるんですけど、そのパートの仕事がちょっと7月のあたりはなんかめちゃくちゃ忙しいって話なんで、ちょっと参加できないなって話だったんで、ああまあいいよいいよって感じだったんですけどね。うん。なもんで、えっと7月にはちょっと私一人があの参加することになりましたと言った話。でもってノーディーさんには一応なんかね、あのプレゼントからか用意しようかなというふうに思ってます。なのでですね、えっと、あの今回の,あのイベント、えー、っとですね、参加しようかな、どうしようかなというふうに思っている方がなんかね、いらっしゃるんだとしたらね、 まずちょっとね、これで、これは絶対伝えなくちゃいけない情報なんですけど、ノリーさん、めっちゃくちゃ可愛いっすよ。<laughs> やばいっすよ。あのね、以前ね、その、私の、まあ、その、あのー、チャンネルの,そのライブ配信かなんかやった時にね、あの、ズームライブかなんかで参加してもらったんですけど、その時に、もう、あのー、 で、ネット上にほら、顔が映ってますし、あと、なんだっけ、<laughs> あの、ほら、あの舞台新セから大戦だとか、それとあとさっき話したような、その、あの、私のその、あの、結婚イベントとかなんかの時にね、あの、来てくださって、それで、あの、生ディーさんってものをね、もう何回も何回も見てるからよくわかってるんですけど、初めて見た時は私びっくりしましたよ。う,ん、うわ、何この美少女と思って、まあ、美少女っていう、いや、美少女でしょあのね、2021だからもう、だから成人はしてるんですけど、あのね、すんごく、なんつって言うのかな、少女の雰囲気をね、まとってるわけですよね。 うん、なんかいい意味で、うん、なんか純粋な感じがする。なんかすごく純粋な感じ。うん、でもってね、あの最初私ね、ノディさんってねあの、あの私に限らずなんですけど、その,あのマングチャンネルの人は全員、ノディさんのことは多分女だと多分思ってなかったっですよ、みんな。うん、多分みんなね普通のあの若い男の子なんだろうな、なんていう風にあの思っていたわけですよね。多分、うん なんでかっていうと、要するにその私のそのあマグチャンネルの,そのライブ配信にもう何回もあの参加してくださってるあの、いたんですけども、で、その時に、要するにそのあの,あの、あの、チャット欄かなんかでそのノディさんの発言があるわけですけどね。なんかその発言からか聞くと、そのノディさんってね、あの、好きなものがね、えっと、格闘技。<laughs> まず、あの格闘技だとか、あとね、あの、鎧かっちゅうかなんかをね、あのー、自分であのあの自作したり修復したり、もしくは、 アイデア出して考え出してイラスト描いてそれでなんかそれなんか自作のものかなんか作るのかんか夢みたいななんかそんな話が確かなんかあったような気がするんですけどであとねあのー、刀剣ですね要するにあのー、剣ですよ要するになんだっけえー、っとあの土方が作った何でしたっけえー、っと泉守金沢とかなんかそんなようなあのー、古今東西の あの、刀剣だとかと、鎧だとかの鎧かっちゅう、兜だとかね、そういった、あの、戦国武将だとか、そういったものかなんかに、ね、めっちゃくちゃ詳しいんですよ、そう。あの、近藤伊勢の長瀬の小鉄みたいにね。<laughs> なんかそんな感じかなんかもね、あの、誰がどの剣とかっていうのはもうね、完全にもう、暗記してんじゃないかな <laughs> 多分わかんねえけど、それ決してね、あれっすよ、あの、刀剣乱舞、あの、刀ラブかなんかを、に影響されたとかそういうんじゃなくて、昔っから好きなんですって。うん、それは。あの、子供の頃から。でもって子供の頃になんか、新宮寺桜かなんか見て、その可憐さ、そしてほら、 で、あのー、桜大じゃないですか、ほら、あ北進一刀流の剣の達人じゃないですか。つうわけでも、で剣を自在に操る、その華麗な姿、それで強さ、そういうものに本当憧れて、そして、桜大戦が大好きになりましたと言った話。でもって、ね、格闘技好きってもほんとガチでして、自分でなんかキックボクシングやってるんですよ。で、たまになんか試合もやってるみたいで、なんか、あの、今度、あの、あの試合があるから、それ用に、あの、ちょっと調整しなくちゃいけないとかなんか言って、多分調整っては多分体重のこと言ってんのかなと思うんですけど、うん。 とにかくね要するにねあのー、やっぱ男ってあれじゃないですかほらあの自分の趣味かなんかを理解してくれる女の子ってすごいやっぱ好きになるじゃないですかやっぱ嬉しいじゃないですかだからそんな中、ね、女の子でありながらねそのあの鎧甲冑だとかゲームだとかそして格闘技とかねその辺りかなんかにめちゃくちゃ詳しいノディさんって多分だから私生活だからプライベートでも多分すごい人気がある子なんじゃないかな多分大学とかでも。 うん、でしかもあんだけ可愛いから絶対モテるはず <laughs> なんか私がだからとで同じぐらいの年頃で今ね、まあ、今私あのね53の、ね、汚いおっさんですけど <laughs> 2021かなんかで要するに同じぐらいの年頃かなんかでそれでもしなから彼女がいないよといったようなそんなような状態で要するにフリーの状態だったとしたら多分私ね告っちゃうんじゃないかな, <laughs> なんか、ね、今度ちょっと好楽園フォールちと試合見に行こうよなんつって <laughs> なんかそんな感じでそこからまず口説いて。 やっちゃうんじゃないかなたぶんそれぐらい可愛いでっすよ。で、そしてほらもう、のりさんといえばもう、やしゃ好き。うん。もうね、なんか、なんつって言うのか、そのダークなあのキャラクターっていうものが、そもそもなんか好きみたいですよね。うん。でもって、それでほらね、ね自分が好きなんだから、そのシングルさくらがなんか闇落ちしてみたいな感じかなんか設定が最初あったじゃないですか。ってわけで、そのね、あのあのやしゃかなんかを初めて見たときからもうね、心奪われちゃって、もう一目惚れしちゃって、で、いろいろなんかね、あのー、 もう大好きが高じて、それで、あのーね、コスプレしたりだとか、いろいろやってますよ。うん、で、なんか、ノディさんの、だからその Twitter アカウントかなんかのアイコンかなんか全部ね、あの自作なんですけど、あれ、ノディさんの、あれ全部ね、あのー、そう自分で書いた、あの、夜叉かなんかとか、あと夜舎とか、それかもしくは、あのつあのー、 カービーかなんか混ぜ込んだような <laughs>。要するにカービーがそのあの、夜叉の変身したようなね、なんかそんな感じの、なんかね、可愛いイラスト書いてあったりとかして、すんげー楽しいですよ。うん。めっちゃいい子ですね。性格が本当に、うん。いやー、守ってやりたい <laughs>。もう私はあれですけどね、もうね、あのー、大事な夢がいますんで、うん。あ、そっちの方でね、あの、やっていこうかなと思います <laughs>。えっと、こちらの方にですね、あの、私の、あの、チャンネルの方の、 で、あのー、今でもその、公開してる、あの、ノさんを招いての、その、ズームライブの時の、の動画の、サムネ貼っときますんで、そちらのほなんかの動画をね、あのー、ぜひご覧いただきたいなというふうに思います。一応ね、概要欄に,要欄にも URL 書いておきますんで、うん。もう、かわいいっすよ。とにかく本当に。あーやばいっすね。なんつってんのかな、ね、胸が切なくなるかわいさ。が <laughs>。 いや、ほんと冗談抜きでアイドルに入れんじゃねえのっていう。新潟だからほら NGT とかなんかあったじゃないですかって。いや、あそこはやべえか。なんかいや、あんなとこ入んなくていいんだ別に。そうそうそう。ね、あのー、だったらまだネギっ子とかの方が、まあ、なだから全然いいような気がするな。なんか健全な感じがして。うん、NGT って、なんかやばそうじゃないですか。<laughs> なんか基本的に。うん。ちょっと怖えなと思ってね。なんか、ああいうなんかドロドロしたなんか、 ね、争いの中で巻き込まれてほしくない、うん、巻き込みたくない、うん、そういったような可憐な女の子なれんな女の子でありながら格闘技好きアニメ好きゲーム好き、うん、だってもうね そうミルココクロコップだというわけで、えっと、本日はですね、あのー、ノディさんの、あの、誕生日パーティーが開催されますよ、といった話で、あの、お伝えいたしました。えっ、ー、と、こちらの方の、あのー、誕生日パーティーに、あのー、参加したいよ、という方がもしおられましたら、そしたらですね、あの、概要欄の方にも、えっ、ー、と、貼っときますんですけども、あの、藤田さんの方の、あのー、ツイッターアカウントに対して、まあ、そうですね、えっ、ー、と、ツイート してもいいし、あとやっぱ DM やっちゃった方が確実かなと思うんですよね。うん、DM であのー、参加しますいって言ったような感じかなと思うんですよ、うんえっと。7月の15日の土曜日っていうのは確か確定してますんでね、もうね。やっぱ押さえとこでは来ちゃいけないから会場はね、うん。でもって、うん、あそうで、あの、このねあのねあメイドモードさんに関してもちょっと私あの別の動画でまた語ってますんで、そちらの方かなんかも、ね、ご覧いただければなというのもいます。もうね、あの桜大戦のファンが集まるもう聖地なんで。 めっちゃ楽しいっすよ。<laughs> 一応私ね、プレゼント用意しました。うん、とりあえず。で、あとね、あの、参加費の、あの、参加費のもかかるんで、あの、そういったあたりの、あのー、要するに参加費用だとか、要するそういったお金の話に関してやっぱり一回ですね、藤田さんの方に確認してみた方がいいかもしれないですね。やっぱり、うん。えっ、ー、と、いくらかかったかなうん、確か、ま、そんなかかんないですよ。確か、そんなかかんないかなとは思うんですけど、でも一応ね、ほら、あの、メイドモードさんっていう、あのお店借りてやることなので、多分ね、料金が発生するはずなんですよ。うん。 ということの話はあの一応ね、あのお伝えしてきました。まあ、一応大事な話なんで、はい。でもってですね、あのー、えっと、つい先々週ぐらいかなんかに私の方の,あのチャンネルで、えっと、無事ね、あの、夜叉物語かなんかをね、あのー、完結いたしましたので,で、これが完結したタイミングに合わせて、ノディさんをお招きして、また第2回目の、あのー、ズームライブの配信やりたいねなんて話してたんで、まあ、こちらね、あの、こちら、あのー、 まあ一応、まあ、えっ、ー、と、現在ね、5月21日なんですけども、まあ、6月中には一回やりたいなというふうに思ってますね、一回。うん。ただ、今ちょっとね、あの、あの5月21日なんですけど、今ね、えっ、ー、とね、あのー、そう、そう肝心のノディさんが今ね、ちょっとね、あのー、体調崩しておられるという話なんで、だからちょっと回復するまでちょっと待った方がいいかなと思ってて、だからまあ、6月になっちゃうかな、やっぱり開催は。うん。で、皆さんもちょっとね、あのー、早くノディさんにお会いしたいというふうな方も、やっぱりね、 あのおられるかなと思うんですけども、そういった方はね、ぜひ参加していただきたいですね。私も楽しみ。うん。まあ、またあの可愛いのりえさんに会えるんだと思って。可 <laughs> 愛い,いっすよ。ほんとかわいいっすよ。やばいっすよ。ほんとに。うん。ほんとかわいいっすよ。あなた、やっぱ目力がすごいあるなっていうのと、あとね、鼻筋がピーンとね、もうほんとにやっぱ女の、女でも男でも多分ね、やっぱり、あのー、誰もが羨む鼻だと思うんですよね。多分ね。 もうあれ、あ,あれほどのやっぱり細い、やっぱ鼻筋ってやっぱみんな憧れると思うんだよな。やっぱりなんか、うん。その顔が美しい人の上限ですよ。はい。というわけで、えー、と、本日はですね、あの、ノーディさんのお,あのお誕生日パーティーのイベントが開催されますといったような、そういった内容の動画でお伝えして、あの、お伝えいたしました。えーと、本日はですね、最後までご覧いただきまして、本当にありがとうございました。また次回、ぜひよろしくお願いします。マークでした。さよなら。バイバーイ。